カピラボ。皆さんどうもこんにちは、カピラボのカピさんです。今回は2021年に中古やジャンクでショップやインターネットで買って良かったものランキングをやっていきたいと思います。2021年はあまり店舗巡りができなかったのですが、その中でも運よく入手できたものベスト10を紹介していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。第10位はこちら。ハードオフで購入したインテル第7世代 CPU を搭載したスリム型 PC になります。こちらは6600円という破格で購入してきたのですが、メモリとストレージ以外を搭載していたスリム型 PC の抜け殻でした。通電しましたとの記載通り、問題なく動作したラッキージャンクとなります。i3-7100 を搭載しているし、ケース、マザー、電源もついていました。普通に買ったら軽く2万は超えてくると思えるお品でしたね。最近ではこのような当たり PC はなかなか見ないので第10位にランクイン。こちらは最終的には視聴者さんにプレゼントしたものですね。だけど、発送したんだけど受け取り後の連絡一切ないんだよね。これがプレゼント企画を考えるようになった理由の一つかもしれない。では次に行きましょう。第9位はこちら。スラストマスターの高級ハンコン T150 Pro になります。こちらもハードオフで購入したのですが操作不可と書いてあったものですね。これはラッキージャンクだったのですが、なぜかパドルシフトがサビサビだったお品です。これは最近の動画だから覚えている人も多いかな？お値段は6600円となっており、相場の半額以下で売られていました。動画を作った時には気づかなかったんだけど、今更ながらこれのジャンク理由がわかったんですよね。それはハンドルについている PS3 と4の切り替えスイッチなのですが、その切り替えスイッチがプレステ4側になっていると、パソコンでは認識しない、という症状が出ることがあるようです。多分お店側はこれを知らなかったのかもしれませんね。これが理由でジャンクで売られていたみたいなんですよね。私は説明書を見てスイッチを PS3 側にしていたので、普通に認識してしまったんですよね。動画ネタとしては弱かったけど、遊ぶのには十分なのでこれが第9位。では次に行きましょう。第8位はこちら。AMD のライゼンに対応した A320M HDV というマザーボードになります。こちらは1100円という破格で販売されていたのですが、BIOS に不具合があり動作しないジャンク品でした。あ、違った。これもラッキージャンクだったみたいです。そういえばロム焼きの練習をしたやつですね。ロム焼きをするのにロムライターを使用するのですが、ラボにあるロムライターがマジでポンコツだったんですよね。いくらクリップで挟んでも認識しないんですよ。今まで何十回何百回と認識するまで忍耐強くやっていたのですが、あまりにイライラしたので表面実装のBIOSチップを取り外してロム焼きをすることにした動画となります。結果クリップを使うよりかなり早くロム焼きができるようになりました。もうそれ以来めんどくさくてクリップは使っていません。結果的にはこの動画は成功で終わるのですが、多少ハンダ技術が上がる要因となった動画ですね。それでは次に行きましょう。第7位はこちら。こちらはショート動画となるのですが、ロジクールの G903 になります。このマウスはハードオフで中古で4000円ぐらいで購入したのかな？結構安く買えて喜んでいたのですが、いざ使ってみると左クリックがめちゃくちゃチャタリングしたんですよね。マジかと思い分解することも考えたのですが、まずは一回接点復活剤を拭いてみよう、と接点復活剤を拭いたところ問題なく治ってしまいました。動画ネタとしては薄いなと思いショートにしたのですが、あれ以来チャタリングが起きることもなく問題なく使えています。最初は使いづらいなと思っていたこのマウス。実は今メインマウスとして大活躍しています。慣れてくると G503 より使いやすいんですよね。分解して直すのもいいんだけど接点復活剤で治るんだったらわざわざ分解する必要もないしね。では次に行きましょう。第6位はこちら。こちらもハードオフで購入した Nintendo Switch となります。この動画はハードオフ巡りの動画になるんですが、その中で購入したものとなります。価格は税込み13,200円でした。スペックに誤動作がありグリップが欠品しているというだけで、その他は問題なく使えるジャンク品ということで販売されていました。正直修理は動画にするほどのものではなかったので、配信で修理をしました。しっかりと直すことはできたのですが、本体側に結構傷があるんですよね。
できれば表面やカバーを交換したいなとは思っているのですが、まあいろいろ権利問題もあるし、いろんな意味でグレーになりそうなので、そこら辺はやめとこうかなと思い普通に使っています。HDMI 出力ができるのでゲーム配信なんかにも使えそうでいいなとは思っています。またブレスオブファイアでもやろうかな。では次へ行きましょう。第5位はこちら。遺跡さんとシュラさんとコラボをさせていただくきっかけとなったジャンク PC ですね。こちらも私がハードオフで購入してきたものなんですが価格は4,400円。動画を見ていただいた方はわかると思うのですが、ホコリが詰まっためちゃくちゃ汚い PC だったんですよね。ちょうどこの頃清水さんから遺跡さんがジャンク PC をいじってみたいと言っている、との連絡をいただき送ったものとなります。今考えてみればあんなホコリまみれの重たい PC を声優さんに送っちゃダメだよね。と、ちょっと反省しながらも頑張って掃除をしてるところを見て笑ってしまったのは内緒の話。きっとあれで握力は上がったと思います。掃除をしていただいた後私の手元に戻ってきたのですが、それを私が整備をして新品パーツと一緒にシュラさんに送りつけた形となります。その後シュラさんが組み立てて、最終的にこのコラボ PC はプレゼントする形となったのですが、シュラさんが自分の Twitter ID を間違えて募集条件に入れてしまうなど若干トラブルがありました。やばいと思ってシュラさんに電話したんだけど、徹夜で動画を仕上げていたので全く起きなかった。これが私の中で第2のシュラさんスヤー事件ですね。結果として間違えた ID はシュラさんの昔のアカウントだったから事なきを得たものとなります。では次に行きましょう。第4位はこちら。再生数もめちゃくちゃ伸びてくれた500円デスクトップ PC ですね。てかこれもハードオフなんだけど、もう33万回再生も回ってるんですよね。マジでありがたいです。確か仕事帰りにハードオフに行った時にレジ横に置かれていたものとなります。500円って値札がついていたから、最初はケースだけだろ。って思ったのですが裏を見てみるとまさかのマザーボード付き。そして通風口から見てみると CPU クーラーもついていたので、もしかしたらワンチャン CPU 入ってるんじゃないか?と思い即購入してきた品となります。中を開けてみるとメモリとハードディスク、グラフィックボード以外は搭載されていたんですよね。しかも搭載されていた CPU は i7-2700K。マジでこれはお買い得でした。動作確認をしてみたところ動作にも問題はありませんでした。ワンコインでこのレベルの PC が手に入るのはマジで嬉しいですよね。ちょうど検証用 CPU としてこの世代の CPU が欲しかったのでマジで通しました。ぶっちゃけ CPU 以外はそんなに必要なかったのでハードオフに持ち込んでみたところ合計1630円で売れたんですよね。CPU を抜いて不要パーツを売っただけでラーメン一杯分ぐらい儲かりました。持ち込んだのは別の店舗なんですけどね。こういうことがあるからハードオフって面白いですよね。ちなみに CPU は現在も動作確認用として頑張ってくれています。ということで10位から4位まで紹介しました。残りはベスト3。それでは第3位。やっていきましょう。第3位はこちら。RX6900XT となります。これ単品での紹介はしてないのですが、秋葉原のパソコン工房のアウトレットで購入したものとなります。購入した日は RX6700XT の発売日でした。シュラさんと RX6700XT を購入するために秋葉原に行っていたのですが、その時に奇跡的に見つけたものとなります。価格は驚きの10万円以下。ちょっと難ありとのことで販売されていました。その難部分が真ん中の DP が映像出力をしないというものでした。見つけた時マジかと思いシュラさんに電話をしこれ買いなよ。って言ったのですが、シュラさんは 6700XT が欲しかったようで購入しませんでした。なので私が購入することにしたんですが、持って帰ってきて使ってみたところ普通に正常動作品だったんですよね。真ん中の DP も問題なく映像出力ができました。これは本当にラッキーだった。しかしメイングラボとして使っていたのですが、ぶっちゃけ私にここまでのパワーは必要なかった。3070Ti を購入していたこともあり、自宅のテレビの不調も相まってジェンパライ売却してしまいました。まあ、時期が良かったのか買った時よりもプラス2万ぐらいで売れましたけどね。その売却金はテレビの購入資金になって手元には残ってないんですけどね。ということで次へ行きましょう。第2位はこちら。こちらはインテルコア i7-7700 と RTX2070 を搭載したゲーミング PC となります。これがなんと税込み5万2800円。
こちらはブックオフで購入したのですが、グラボがめちゃくちゃ高い時期にこんな破格で売られていました。これはちょうど8月ぐらいだったんだけど RTX2070 単品でこの価格異常した時なんですよね。これはお買い得、と思い購入したのですが、まあいろいろ難はありましたね。ケースにはステッカーがベタベタと貼られていたり、何よりめちゃくちゃタバコ臭かったです。電源を入れるだけですごいタバコの匂いがするんですよね。ヘビースモーカーの方のお宅で使われていたようで、清掃してもなかなか匂いが抜けなかった。かなりお手入れは大変だった記憶があります。とはいえこのスペック、今でも現役バリバリで使えるゲーミング PC ということでこれは本当にお買い得だったな。このパソコンはパーツごとにばらして違う用途に使っているのですが、CPU は友人宅で、グラボは息子の PC の中で元気に頑張っています。実は SSD とハードディスクは3人でコラボしたパソコンに搭載されています。かなり有効活用できたんじゃないかな。マザーボードがチューブラリンになっちゃってるんですけどね。たまにこういう掘り出し物があるのっていいですよね。またこんなのが見つかればいいな。それではラスト、第1位の発表といきましょう。はい、ある第1位はこちら。AMD Ryzen 7 3700X となります。こちらは五郎くんがメルカリでピンが欠損したものを購入してきてくれたのですが、7000円という値段を聞いて、うわ、絶対リマーク品だろ、と思っていたのですがなんと正規品だったお品。まあ、かなりのピンの欠損と曲がりがありそのままでは動作確認もできないようなものだったんですけどね。この動画はかなり伸びてくれていて当チャンネルで一番の動画となりました。マジで五郎くんに感謝ですね。それにしてもなんでこんな曲がり方する?ってレベルの曲がり方や欠損をした CPU でした。直すのはなかなか大変だったけど結構面白かったですね。この時ほど案件でもらった電子顕微鏡が役に立った時はないですね。ちょうどこの時期超有名 YouTuber さんが 5950X のピンを曲げてしまったというニュースがあり、これはタイムリーでかなりいいんじゃない?と思い海外の修理動画を見て試してみたんですが、無事に成功したんですよね。起動した時はマジで嬉しかった。久しぶりによっしゃーって言っちゃいましたね。結構根気がいるけど動いた時の達成感は半端なかったですね。これを直せたことによって AMD のピン折れやすっぽんが怖くなくなりました。ということでこれが文句なしの第1位。この CPU は今現役で妻のパソコンで大活躍しています。ってことで今回はジャンク品や中古品の買って良かったものランキング2021をやってみました。いかがでしたでしょうか?こうやって見ると結構いいラッキージャンクが入手できて良かったです。ではまとめに入りましょう。今日は大晦日ということもありこれが今年最後の動画となります。今年もたくさんの視聴者さんに支えていただき動画を作ることができました。この場をもってお礼をさせていただきます。誠にありがとうございます。来年度もまた頑張っていくので引き続き応援をしていただけると嬉しいです。最近めっきり寒くなってきましたが、皆さんもいい年末、いいお正月になるようにお祈り申し上げます。ということで今回の動画はここまで、また来年もよろしくお願いいたします。それではまた、バイバイ。新年は福袋狙うぞ。なんかいいものあるといいな。